えーとですね、まず、一つ目のですね、えー、ウォルトが大激怒したというのを飛ばして、ここからいきます。大阪万博終了、明日はどっちだ。1970年の9月にですね、えーとまあ、日本で一番今のところ大きいイベントである大阪万国博が終わりました。で、まあ、万国博に関わった人間というのはすごい虚脱感があったんですよね。虚脱感があると同時に、次何しようと。60年代には東京オリンピックがあって、70年に、 この大阪万博というのがあったら次僕らとりあえずデベロッパーと呼ばれる人もしくはあのー、なんだろうなエンターテインメント産業の人間は何やればいいんだという風に発見取られたんですね。で1970年のですね日本の万博を作ったそれぞれのパビリオンを作った人たちっていうのは実はほぼ全て全員と、あのー、カリフォルニアのディズニーランド行ってるんですよ。 でなんでカリフォルニアディズニーランド行ったのかというとちょっとどんどん遡って悪いんですけども1969年にニューヨーク博っていうのがあってこのニューヨーク博のアトラクションっていうのが全,全てじゃないすか人気アトラクションベスト4が全てカリフォルニアに移植されたんですよね。で本当に言えば日本の万博を担当する実行する人たちっていうのはニューヨーヨク泊に行きたたかったんですよ。でも64年でもう6年も前に終わってるから万博の準備その頃始まってなかった。 なので、仕方がないからあじゃあ64年のニューヨーク泊のアトラクションがそのまま残されているカリフォルニアのディズニーランド行ってみようと大体その日本の万博研究の,あの万博の開催する人たちはほとんどみんな舐めていったそうなんですねいやいやディズニーランドと遊園地があるそうだからそこにまだあるそうだから動いてりゃいいなと思って舐めていったらですね全員すごいっていうふうになって帰ってきて。<laughs> あれディズニーランドすごいよというふうなことになってあの日本の万国博って本来70年の万国博ってもっと真面目な展示会のはずだったんですっそれがみんなディズニーランドを見ちゃったもんだからああでなきゃいけないと思い込んで <laughs> 1970年の日本の万国博っていうのはなんだろうな展示もあるんだけども一大エンターテインメント産業みたいになっちゃったんですね。で、えー、あれをなんとか日本に持ってこれないか。 ま、万博終わっちゃったから、いよいよ、じゃあカリフォルニアのディズニーランドをそのまんま日本に持ってこれないのかというふうにみんな思うようになってですね、えー、ほぼ同時ですね、1971年万博の翌年にで,ですね、三菱と三井はですね、それぞれ別々に行動しました。えー、お互い知らないです。三井と三菱がそれぞれこれうちだけのはずだと思いながら、ウォールドディズニープロダクションにコンタクトしてディズニーランドを日本に 作らせてくださいというふうに言い出しました。で、しかし、両者とも門前払いにあります。もう一発でダメと言われます。なんでかっていうと、この一番上ですね。1961年ですね。日本人は信用するのはウォルト・ディズニー大激怒事件というのが起こるからです。えー、原因はですね、この1961年で分かった人もいるかと思うんですけども、 えー、当時ですね関西の奈良にですね奈良ドリームランドというのがあったんですねでこれがもうこの写真を見たらわ分かる通り、めちゃくちゃゃくパクリなんですよ。ものすごくそっくりに作っちゃったんですねで、えー、例えばこれもうあのね 今もう本当に廃墟なんですけども、廃墟になってもまだそっくりなんですよ。奥にお城が見えて、真ん中にメインストリートがあってっていうですね、本当に本国のディズニーランドにそっくりに作ってるんですけども、1950年代の後半です。ディズニーランド自体の開演が1956年だから、開演して2、3年後ぐらいにですね、松尾国造さんという実業家ですね、元歌舞伎役者の実業家がですね、アメリカのアナハームにいるディズニーランドに行って、ウォルト・ディズニーに直接

あのアメリカはですね敗戦国日本のことを信用してなかったんでいやそんなこと言ってもお前の国では無理だよというふうに言うんですけども松尾さんは諦めずにもうとにかくウォルト・ディズニーはじゃあその時が来たら必ず力になるよというふうに約束してしまったとウォルト・ディズニーいい人だから口では言うんですあとで,でお兄ちゃんのロイが来て弟はあんなこと言ってましたかって言うんですけどもですねこれあのー、そこら辺がですね日本人の松尾さんには通用しなかった松尾さんにしてみたら社長の俺が来てで ウォルト・ディズニー社のウォルト・ディズニー本人と会ってトップ同士が意気投合したんだからもうこれでいいだろうってことになったんですね。で、その時はまだウォルト・ディズニーも、ディズニー社もですね、この奈良のディズニーランドを作るですね、松尾さんに悪い印象を持ってなかったらしいんですよね。で、しかし、松尾さんがですね、この1年、1年じゃない半年ぐらい後にですね、技術者を連れてもう一回来たんですよ。で、 もう本当に、ディズニーランドでそこら中でですね。すごく熱心に研究したんでウォルト・ディズニーに結構感動しちゃってあの奈良のドリームランドっていうのを遊園地を作る時にはです、ね、ディズニーランド側から技術者を派遣までしてです、ね、ちょっとサポートしてあげたそうなんですよ。でところが ここまでそっくりのものを作るとは思ってなかったし正直言って日本人がここまででそっっっくりのものもを作れると思ってなかったんですね。ウォルト・ディズニー側としてはいやいやそれはなんか形だけは真似ることができるかもわかんないんだけどもこんなふうになんだろうすごいでかい場所にメインストリートを作ってその奥にお城を作ってってこのディズニーランドの構造自体はできるはずがないと思ってたんだけども奈良にかなり精密な 偽物と言えるかどうかもわかんないですよ。というのはこの松尾さん側にしてみればディズニーと会って本人があと技術者まで派遣してるんだから俺たちが結局ディズニーランドと名乗れなかったのは藩権問題というか権利問題でパーセンテージの話がつかなかっただけだっていうのが松尾さん側の主張。ディズニー側としては社長のウォルト・ディズニーが まあ、仲良くリップサービスしたかもわかんないんだけど、肝心のコントラクト、契約に至ってないんだから、お前がやったのはあく,あくまでもパクリ行為だというふうなことになるんですね。で、実際ですね、そのウォルトディズニー自体はですね、あの、奈良にできたドームランドの写真見たかなんかです、ね。激怒して、もう二度と日本人だから仕事するかあいつらは絶対使用しないっていうふうに怒鳴ったそうなんですけどもで,、ね、でこれのおかげで、えー、日本側のですね、ディズニーランドの誘致っていうのがめちゃくちゃ難しくなり っちゃった三井が行っても三菱が行ってもまず。 ウォールト・ディズニーの側に断られたっていうのはだってお前のところほっといたら奈良みたいなことをやるだろうっていうんですけどもですねで松尾さんこの後、ですね調子に乗ってですね奈良だけではなくて横浜にもドリームランドを作ってですねモノレールの大船船っていうやつも開通させてですねところが本国の東京ディズニーランドがですね1980年に来ちゃったのでこのドリームランドの経営は悪化しますで1990年に大英に売却してで2002年に横浜 ドドリームランドが閉鎖されて、2006年で現在もうあのついこの間まで奈良のドリームランドって廃墟へ残ってたんですけども2016年おととしですね、えー、最大の売りであった「SASUKE」っていうですね木造のジェットコースターも潰れてしまってこういうふうに潰されてしまって今更地になるのを待っている状態です。もう本当にに廃墟になってます。 ということですね。えー、ウォルト・ディズニーランド、ディズニーランド自体を日本に作ろうという試みは、公式には1971年から始まったんですけども、非公式民間レベルではですね、実はその10年も前の1960年代から始まったと。でもそれは、や、始めた松尾さんがあまりにも慌てたというかですね、<laughs> <laughs> せっかちにやって許可も取らずに作っちゃったもんだから、ディズニーを激怒させることになって、そこから10年後、本格的に三井と三菱それぞれが、 お互いの社運をかけてプレゼンするときにはですね、ディズニー社はすっかり疑いの目で、え日本人が本当にディズニーランドできるのお前ら金払うのっていう疑いの目で見ていたというふうなことでですね、前半ここまでとさせてください。